どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾です。はい、今回も新作映画を一本ご紹介いたしましょう。チューブ死の脱出。今回はヒューマントラスト系やテアトル系で開催中の企画、未体験ゾーンの映画たち2022の一本となっております。この未体験ゾーンの映画たちなんですけど、海外では高評価、話題作であるにもかかわらず、様々な理由から日本では劇場公開を見送られた作品を上映するという、ミニシアター特有の映画ファン殺しな企画となっております。僕もね、結構いつも楽しみにはしているんですよ。この企画ですね、基本1週間限定公開、この1つの一本一本の映画に今年もね27本上映される予定なんですけど、基本1週間限定公開で1日1回しか上映されないんですよ。まあでもね、比較的すぐに Unext なんかで配信されるみたいなので、まあ劇場では見られなくてもね、すぐに、まあ配信サイトとかで見ることができるようになっております。今年はね27本が上映される予定なんですよ。この未体験ゾーンの映画たちって、10年くらいね続いてる企画で、僕のチャンネルでも時々扱ってきてますけども、まあね、僕のチャンネル見てくださってる方ならもう十分お分かりだと思うんですけど、ぶっちゃけかなりの確率で地雷なんですよね。様々な理由で劇場公開を見送られてきたとはあるんだけど、もうその様々な理由って言ってもね、これ単に出来が悪いからに他ならないんですよ。これ面白ければ公開されますよね。まあそれでもね、10本に1本くらい面白い作品が紛れ込んでいるので、アドレナリンじゃなくて穴取れないんですよ。全体として打作が多いんですけど、まあ、すごくね、どれもね、尖った作品ばかりです。もっとも、尖っていれば何でもいいというわけではないということも、この映画を、これらの映画を見るとね、納得できます。まあ、それにしても、今年は短期間に一挙に放映しているので、映画館でコンプリートを目指している人はかなり大変なんじゃないかな。僕は貴重な人生をそんなことに無駄にはしたくありませんから、全然いいんですけどね。今回はフランスのスリラー映画となっています。サムネイルにもある通り、キューブじゃないよ、チューブだよってことなんですよ。もうね、いっそのことを放題、日本のタイトル、キューブじゃないよ、チューブだよにしちゃった方が、インパクトがあってよくないですかね。こちらは2020年の作品で、本国フランスでもコロナ感染症の影響で1年くらい公開延期になっちゃったんですよ。ちなみにね、この作品、去年の未体験ゾーンの映画たち2021にラインナップされていたんだけど、まあフランスで、公開延期になったことで、ラインナップから外されて、今年、日本ではね、今年の、未体験ゾーンにね、回されてきたみたいな、まあそんな経緯になっております。はい。でね、ストーリーなんですけど、まあ主人公は、30代ぐらいの女性なんですよ。目が覚めると、それこそキューブのような、鉄とイルミネーションで囲まれた窓のない部屋に閉じ込められています。なんか近未来 SF に出てきそうなね、部屋なんですよ。どういうわけか、この女性もね、その近未来 SF 映画に出てくるような、出てきそうなバトルスーツを着せられているんですよ。体にピタッと密着したバトルスーツですよね。前半、この女性ね、そうそう、この女性、前半はね、英語なのに、終盤はなぜかフランス語なんだけど、これなんでかな？わかる人がいたら教えてください。はい。フランス映画なんだけどね。で、バトルスーツを着せられて、腕にはカウントダウンのタイマーが表示、カウントダウンのタイマー表示が光る、こちらも近未来的なデザインのブレスレットが取り付けられているんですよ。まあ、とにかく、拉致が開かないからね、こんなとこでじっとしてても。脱出しなくてはということで、部屋から出ようとします。といってもね、その部屋ね、出口が細い通路になってるんですよ。壁に穴が開いていて、丸い穴が開いていて、そこがまあ、そこから出られるんだけど、すごい細いダクトみたいな通路になってて、まあ、しょうがないのね、女性は、這いずって進んでいくわけなんですが、やがてその細い道もね、
別の細い道とつながっていることがわかるんですよ。まあ、つまり迷路になってるんですね。本作はズバリソリッドシチュエーションスリラーですから、無事に返してくれるつもりなんて小室圭さんが2月のアメリカ司法試験に合格するくらいないですよね。いきなり天井が下がってきて押しつぶされそうになったり、大量の水に流されたり、あと壁に設置されたバーナーから吹き出した炎でバーベキューにされそうになったりするんですよ。まあこのチューブ、それこそキューブみたいにトラップだらけなんですよね。一体誰が作ったんだこんなもん。それぞれのトラップにはタイムリミットが設定されていて、それはブレスレットに表示されるんですよ。あの警告音が鳴って、カウントがね、スタートするのね。カウントダウンがスタートするんですよ。そのカウントがゼロになる前にセーフルームを見つけ出して、まあ、安全地帯があるのね、いろんなところに安全地帯を見つけ出して、その中に避難しなければなりません。途中どういうわけかケロイド状の怪物にこのヒロイン襲われるんですよ。その怪物は執拗にヒロインを追いかけてくるんですね。さあヒロインはこの地獄のチューブから脱出することができるのかみたいなね、そんな内容になっておりました。はい、まあストーリーはまんまキューブでしたよね。というわけでもう少し詳しくレビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画チューブ死の脱出、評価額はズバリ800円、凡作かな。まあ異次元ゾーンだからこんなもんでしょうね。まあ異次元ゾーンって大体ね800円くらいが相場と決まってますからね。500円以下じゃないだけマシかな。この映画上映時間は87分と比較的コンパクトに まとめられているので、言うほどね退屈はしないんですよ。まあ、そもそもキューブのリメイクとかキューブのアリュー作品というのは、まあ、ろくなもんありませんからね。特に去年の日本リメイク版の残念っぷりといったら、まあ、それこそ今の日本衰退を象徴しているんじゃないかと思ったほどです。あれ本当にひどかったですからね。飛ぶ鳥を落とす勢いの人気役者である菅田将暉さんの黒歴史になってしまうんじゃないかと心配しております。はい、まあ去年のね僕のあの2021年のワースト映画でもありましたよね。本作はこのチューブね、キューブじゃなくてチューブは、この建物の構造のデザインに若干オリジナリティを感じます。この手の映画はいずれも小部屋なんですよね。まあキューブっていうだけあって、キューブってのは正方形ですから、正方形の、部屋がいくつもこう上下に連なってるわけですよ。だけど本作はまさにねチューブなんですよね。細い通路がずっと行く層にもつながっている、通路なんでダクトみたいな通路だから歩いて進めないんですよ。立ち上がることもできないわけね。這いずって進むしかありません。そして暗くて狭いから閉所恐怖症の人は鑑賞要注意です。上映中はずっと閉塞感が続くんですよ。途中このチューブの犠牲者と思われるフランシュタイが落ちているんですけど、狭くて細い通路なのでそれをね除去しないと通れないんですよ。まあ死体ね腐乱しているのでこう引っ張ると糸を引いて腕がもげたりするんですよ。粘液がグニューって。このシーンは結構グロかったですね。それでもほぼ一方通行なので、この死体もね邪魔するものは除去していかなくては先に進めません。でしばらく進むとトラップが発動してブレスレットのタイマーがカウントダウンを始めるんですよ。そのカウントダウンがゼロになる前にセーフルームを探し出してその中に避難する必要があります。そうしないと死んじゃうんですね。でも途中で怪物が登場してきてヒロインの行く手を阻みます。その怪物を回避しつつセーフルームを探して避難するという、まあキューブに比べるとねこちらの方がゲームとしてはハードモードとなっていますね。またキューブシリーズとは違って
チームではなくてこちらは完全な個人戦です。ヒロインしか出てきません。あの怪物以外にはね、あの普通他にヒロイン以外の人間は出てこないんですよ。なので完全にヒロインのソロプレイとなります。キューブ系のデスゲームは人狼ゲーム的なキャラクター同士の騙し合いや駆け引きが見せ場の一つだったんですけど、本作はそういった心理戦はありません。序盤はまあだるくてね、若干眠たくなるわけなんだけど、中盤以降から、サスペンスが盛り上がってきます。ただトラップ、いろんなこうトラップが出てくるんですけど、これらのアイディアはあまり本家キューブとは変わり映えしてないかな。でね、途中ちょっとした謎解きもあるんですけど、タゴアキラ先生の頭の体操レベルで何のこっちゃって感じでしたね。この手のデスゲーム系映画はゲームのルールがシビアじゃないとしらけてしまいますよね。チェックポイントまで進むとなんかロボットみたいのが出てきてね、ヒロインの体を治療してくれるんですよ。それによって体力が回復するっていうのはね、なんかスーパーマリオみたいで面白いじゃないですか。なんかテレビゲームみたいですよね。だけど明らかにヒロインが死ぬよっていうシーンで、よく理由もわけも分からずにこの建物チューブのシステムによって助けられているんですよね。こうなるとヒロインには安全装置に守られてるんじゃないかって、なんか緊迫感がここでね一気に薄れてしまいました。やっぱね、この手のゲームという映画は、デスゲーム系の映画はルールには徹底的にシビアであってほしいなと思いました。イカゲームとかね、そこら辺非常でしたもんね。とはいえこの手のキューブ系デスゲーム映画の中では、まあそうね、まあまあ出来がいいっちゃいい方なのかな。まあ出来がいいと言っときながら評価額800円凡作なんですけどね。まあそれでもね、あの日本リメイク版に比べりゃね、もう全然マシですよ。あっちの方がねお金かかってるでしょうしね。まあ本作はチューブの正体がどうのこうのよりもですね、チューブに翻弄されていくヒロインをえむっけたっぷりに楽しむのが正しい鑑賞姿勢だと思いました。はい、いかがでしたかね。まあそれにしてもこういったキューブ系の映画って未だに作られているっていうことは、やっぱりニーズがあるんですかね。数年に1本ぐらいの確率で割合でこういった謎の建築物構造物に監禁されてそこから脱出する余計の映画出てきてますよね。まあ、デスゲーム系ってやっぱり人気あるんでしょうね。別に日本、まあ、特に日本なんかデスゲーム系の映画日本人気高いですけど、欧米ハリウッドでもかなりデスゲーム系の映画っていうのは数年に1本は大体出てきますからね。やっぱりそれなりにニーズがあるジャンルなんでしょうね。でもまあデスゲーム系の映画って全体としてね、外れが多いジャンルではありますよね。やっぱね、アイディアありきなんですよ。アイディアが勝負というか、アイディアがしょぼいともうどうにもなりませんよね。まあ本作はね、アイディアに関してはそこまでではないんですよ。で、演出はほどほど。で、このね、チューブのこの構造物、建築物の作り込みはなかなかね、やっぱりちゃんとしてて、しっかりしてて、デザインなんかもさすがヨーロッパ映画だなと思いましたね。センス、ところどころ、このサイバーパンクな感じ、センスは感じましたよね。この光の使い方とかね、ネオンの使い方といいますか。これが結構ね、恐怖の緊迫感を煽ってたりしたし、あと何と言ってもキューブと違うのはこの圧倒的な絶望的な閉塞感ですよね。この閉塞感がこの映画の恐怖の大半なんじゃないかな。これがあるとないとではえらい違いだなと思いました。はい。今月、僕の新作ね、ホラー小説、この映画もホラーですけど、ホラー小説、無邪気な神々の無慈悲な戯れが現在発売中となっています。はい、こちらね、結構怖いえぐいホラー小説ですので、ぜひ、書店で手に取っていただけたらなと思います。はい、昔のスペインの映画でね、ザ・チャイルドっていうホラー映画があったんですけど、あれをモチーフにしてるんですよ。あとは光る目かな。まあ、要は
子供たちに襲われるお話なんですね。子供たちの大群に、集団に大人たちが殺されていくというお話です。はい、そんなわけで以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。